土地坂屋氏は、佐賀県佐賀郡富士町出身で、春日野部屋所属の元、大相撲力士。本名は、岡本敦氏。身長184センチメートル、体重158キログラム。得意技は月、押し。最高位は、西前頭筆頭。趣味は、演劇鑑賞、釣り、アウトドア。血液型は B 型、相性は敦氏。現在は、 年寄り、美保が関。埼玉栄高校出身で、高校横綱にもなった。また、史上初の大学に進学しなかった、高校横綱でもある。高校時代、当時の幕下付けで基準である全日本相撲選手権、大会ベスト16に進出し物議をかもしたが、幕下付けでは20歳以上という加減を設けたことで、決着した。こうした経緯もあって、 高校卒業前に多くの部屋が大学へ行ったらと進める中でカスガノベアが歓迎してくれたことを理由にカスガノベアに入門して1993年1月場所に初土俵を迎える。デビュー後、女2段と3段目で優勝し5場所目には幕下に昇進、10場所目には重量も狙える幕下上位に上がるなどスピード出世を果たす。入門の一年後に 土地の岩に改名、彦名は、怪我が多いので体が丈夫になるようにとの願いを込めて名付けられた。しかし、その彦名の頃は、願いとは裏腹に畜能の影響で一時右半身が麻痺するなど苦労をし2年ほど、幕下注意で低迷。関取に昇進しても怪我で15日間解禁せず、幕下に陥落することを繰り返したが、2000年頃に土地栄への彦名になってからは、 徐々に力をつけ、幕内に定着するようになった。土地境の仕込めは母校である埼玉栄高校に、ちなんだものである。2003年3月場所で10両優勝。2005年5月場所で2度目の10両優勝。しかし2006年1月場所を最後に、幕内から遠ざかった。その後は10両上から、注意の往復が続いていたが、2007年5月場所では、 西十両三枚目の位置で十連敗した後に怪我で、休場したため、七月場所では幕下に陥落した。その後も十両復帰を目指していたが、2008年、一月場所で、西幕下筆頭で負け越したことで現役を引退し、年寄り竹縄を襲名し、後進の指導に当たる。2011年一月に清見方に、2014年八月に、三保が関に、名席変更した。 関取として45場所経験したがそのうち10場所が全休または途中休場と最初から最後まで故障、病気に泣かされた土俵人生だった。基本的に突き押し一辺倒が持ち味であり、四つ、相撲は全くの不得意であった。2009年に行われた引退相撲は土地の花と合同で行った。合同引退相撲は久々のことだったが、同部屋同世代で、 引退の時期も重なったことで関係者も重複が多いこととリーマンショック後の不況からファンの負担を軽くすることも考慮した上で決定された。引退後は主に部屋での指導や吸収場所を担当している。ありがとうございます。